はイタリアに4年半ぐらい行ってたので、はい、イタリアのお菓子とかパンっていうことでもないんですが、その見てきた素材の組み合わせだったりとか、そういったものを反映させて、日本の特に国産の素材がすごく好きなので、小麦粉にしろ何しろその国産のいいものを選んで、結構素材にやっぱりこだわって作っているんですね。なるべくこう安くて美味しいというかですね、そのコストパフォーマンスの高いような商品を揃えるっていうふうに考えてやってます。種類の豊富さって、そのお店のやっぱり価値であるかなと思うんで、入った時のなんか豊かさというかですね、そういうのがやっぱり大事かなと思ってるので、なるべくたくさんの種類を並べるようにしてます。食パンがやっぱりすごい力を入れているものなので、その生地を使って、レーズンとくるみと両方混ぜ込みをしてやってるんですけど、エベルテっていうのは僕がいた時にイタリアで流行った曲の名前なんですけど、あなたのためにみたいな、そういう意味なんですよね。だからその、相手がいるお客さんのためにみたいな、そういう意味で作ったものなんですけど、ポーリッシュ法っていうちょっとこう時間のかかる製法なんですけど、この製法はその、劣化が遅いというか、ずっと焼いてからこうもちもちする、持続するような製法なんですよね。なのでやっぱり時間がかかるんですけど、やっぱりあえてこの製法にして、よく朝でもこうふわふわもちもちっていうような感じで作ってます。中に使ってるのはその、食感とかちょっとお菓子っぽくしたかったので、チョコを使ってるんですけど、そのまずくるみとヘーゼルナッツの食感があって、チョコの甘さがあって、最後にそのレモンの酸味があるっていう、ちょっと一口食べても何ですかね、驚きがあるようなそういうパンにしてるんですけど、形状も長細くちょっとランダムな、あえてこう形を不揃いにして食べやすいというか、面白みがあるというか、そういう風なパンにしてます。意外な味がこう後から出てくるみたいな、そういうのが記憶に残る味だと思うんですよね。でそういう意味でくるみとヘゼルナッツが入ってて、最後にレモンの酸味が来る。やっぱりパンに本当に相性のいい素材だと思うんですよね。その、パンだけじゃなくケーキとか焼き菓子にもそうだと思うんですけど、なんか本当に僕にとったらこう身近な素材というか、その間違いない素材というか、やっぱり誰もがこう好きで、誰もがそのどっかでこう懐かしさがあるような、下の記憶があるような、そういう素材だと思うんですよね。だからやっぱり自然とこう種類が増えていってしまいますよね。より面白いものとか、より美味しいものを作っていきたいんで、もうでも単純にそういうことですかね。常にこう新しいものが並んでてほしいし、常にこう今やってる商品でもより美味しくしたいし、いいものができてもこれ1回でいいやみたいな、もう次買わないなって結構あると思うんですよね。じゃなくて、そのもう一回また買いたいなっていう気持ちになるかなっていうのを基準に考えてます。もう一個でもう本当こう感動させないといけないんで、美味しいだけだとやっぱり そんなに売れないと思うんですよ。だから100種類ぐらいあるんですけど、やっぱどの商品も食べてこう感動するぐらい美味しくないといけないと思ってるんで。